ジョブプロスピエースということで、里崎智也成長日記、今回はですね木曜日に出します。通常、まあ、今まではですね、里崎チャンネル月曜日と木曜日が基本お休みで、月曜日をあのプロスピエースの日と題して毎週月曜日にここまで展開してきたんですけど、あの木曜日お休みだったんですけど、あの最近ちょっと試合しすぎてどんどん出していきたいっていうところもあって、今日木曜日出します。だから木曜日は不定期です。あの出せる時もあれば出せない時もあります。基本月曜日は絶対出します。で木曜日は不定期で出しますけど、今週やります、里崎の成長日記。さあということで、今日もですね、リアタイとこのガチャがあってですね、限界突破コーチ付き10連スカウトガチャっていうのをやりたいと思います。さあ1試合目いきましょう。今はですねシルバーランク4にいます。さあ枠井先発、相手は千賀の A です。前回ガチャで獲得したおかわり君と、小林がレギュラーになって、まだあのレベルは低いんですけど、あの下位打線も厚みを増していこうと。でもまだセンターがいないんで、センターは B の秋山のままっていうところでね、はい、高校、まあ、先頭はですね、まあ、あの高速スライダーをインコースでこうファールでこう際どいところを攻めていこうっていうね。枠の場合はスライダーシュートのこの出し入れでいきたいですね。うん、いいコントロールいい感じ。今度は低めに落として、そういいね、いいコース。さあ2番山テスト、スピリット低めで引っ掛けさせたいね。このこちょっとした変化で、まあ、三振取るっていうより打ち損じ、スピリットおっしょ、いいね、振ってくるね、いいね。さあストレートで遅いの見せてからのインハイ、ファール、おー詰まってる、緩急ついてる。さあシュート、同じところからシュートで詰まれ、あーボールちょっと外れた。よし、もう一回今度ストライクに、ファールになれ、ふい詰まった。いいね、立ち上がり枠いいよ。久しぶりに先頭ヒット打たれへんかったんちゃう俺。1番亀井ね、第一から亀井に1番変わってるからね。基本はもうインコース待ちで、もうストレートに反応できるように。ああってアウトコース振っちゃダメなんだよ。ああタイミングはず、千賀のフォークにギリギリ前、おーボール際どい、いいよいいよ、見えてるよ。ストレート合わせていこう、ストレートに、ああストレート合わせていこうっつってフォーク打つか、何でも振るな俺。インコースの速い球けえへんな、待ってんのにな。ああ高めのフォーク、つまり相変わらずヘボい俺の技術。さあワックン頑張ろう、よしカーブで緩急つけて、そういいよいいよ、今日初めて投げたからねカーブ。いいよ、緩急ついてるよ、しかもコーナーしっかりつけてる。おお、ナイスマッチ、ナイスプレー、さすがアグレッシブ。さあシュートアウトコース、ちょっとミスったし、おー危ねえ、ラッキー、引っ掛けろ、いいねいいね。さあこのカーブのアウトコース低めで振れ振れ、よし、完璧、俺リード上手くなってきてんじゃん。マッチ行こうよ、圧をインコースより、アウトコースしかけえへんな、インコース投げへんのかな。よしよし、うわ我慢できない、まっすぐ振り遅れたくない、ああ振り遅れてるし、しかも最後に高め、我慢しきれず翻弄されてんな。リード高め、もうインハイ待っとこう、お前絶対インハイ投げるアウトコースやしもうでも インハイ絶対来る、もうインハイだけ狙い撃ち、いいよもう他ほっとけほっとけ、もしいいよいいよ、インコースだけ打つ、インコースのストレート打つ、あー反応できず、なんで来えへんねん、インコースのちょっと高めより、あーフォークショートゴロ、あーおーセーフ、内野安打、
足速い、ラッキー、超ラッキー、超ラッキー。さあ続け。でもここからやな、相手の肩悪いから盗塁や、盗塁しよう。いけいけ、はい、盗塁セーフ。いいよ、足絡めてきた。よし大地、ここで一本さよなら行こう。インコース待っとこう。あ、高め仕留めよう、一本。よしよし、見逃してる、見えてる見えてる。インコース系来い、仕留めろ。あー、サードゴロ。アギアン頼むよ、 B やけど、 B のアギアンも頼むよ。インコース系、インハイ。やっぱインハイなんちゃうか。あ、フォーク仕留めたい。あ、フォーク、もうスリーボール。低めやな、低め来るぞお前。あー、そっち、あーあー、危ない、ちょっと違う。低めはあってたけど、よし、もう高めや、高め、高め、来た、おー、来た、走れ。さよなー、盗塁してからのさよなら。最後、しかもしぶとくインハイ待って、本当に来てまっすぐ打った。しかも B の秋山、さすが唯一 B、センターがいないから勝負強いですね。ちょっとレベル上がってきたでしょ。じゃあもう一度行きましょうか。調子こいて波乗っていきましょう。さあ行きましょうか。ザッキーチームの先発は今日千賀。千賀はもうね、ツーシーム駆使していくっていう、はい、コメント欄で覚えた。そう、いいね、つまらず。もうまっすぐとツーシームとフォークだけでいいんちゃうかっていうね。振っちゃいなよ。いいね、ショートゴロ、完璧。俺リード絶対うまくなってると思うんだよね、プロスピの。あとはまだあれかな、レベルが低いからモサに当たってないからかな。そう、高めからのフォーク、いいよ。で今度は低めのフォークで空振り。ふい、もうほら、じゃあフォークと見せかけてカットにしよう。ほら見逃す、いいね、この緩急。フォークと見せかけてストレート見逃しろ。うぃ、振り遅れ。ほら、俺ゲームのリードも上手くなってんじゃん。それともやっぱレベルが高くなるともっと難しくなるのかな。構え先頭行こうよ。相手は菅野だけど打っていけるよ。スライダー、インコース張っとこう。インコース、あー、インコース張ってんねんけどカーソルが合わし切られへんな。さあ坂本行こう、一本欲しいよ。うわあ、フォークかと思ったらちょっとしか落ちひんかった。吉田正尚頼む。上位3人で得点できひんかったらきついよ、うちのチームは。微妙なところは見逃していこう。ああ、ストレート対応できんな。うわあ、縦スラ今の振ってもよかった。どこ来るか分かれへん。もういいよ、追い込まれてからもいけ。うわー、しいよ、外すら、センター前、うまく合わせれた。さあ、待ち行け、4番の厚尾。あ、久しぶりに厚尾言いたいな。ストレート差し込まれて、ファーストファールぐらい。どうしたほんと、俺の腕。よし、なんとか、防御率 0.2 でいこう。そう、コントロールいいね。よし、今度アウトコースよ。あ、ボールよく見てんな。よし、カットボール。そう、ふわ、打たれた。甘いのか、今のは。踏ん張りどころよ。いいよ、しいよ、いいよ。低めのフォーク。さあ、ツーシームでゲッツー取りたい。空振り。なんかこれストレートに差し込まれてんな。速い球や。三振。あ、ボールか、際どい。でも変化球狙いやろ。あ、ボールか、いいとこ振れへんな、全然。続けるよ、まっすぐ。はい、ゲッツー、ロック。おい、なんか一塁走者グッドってなってる。あれ何、あれあれ何なんだろうな、たまに出るな、グッドって。あれ何なんやろ、盗塁したってことなのか。
そう、いいねいいね。今度は一転してフォークよ、フォーク連投よ、ストレートいかないよ、三振、へい、打ったー。でここはもうリードの妙だね。フォークと見せかけて縦スラでカウント取り、へい、フラへん、ほら翻弄してるよ俺。はい、今度はフォーク落とすよ、空振っちゃいな、ふい、お、フラへん、よし、ストレート同じ高さから、はい、振り遅れてる。さあ最後は振り遅れないようにして振ってきたやつをフォーク、はい、ほっ、あら振れへんな。じゃあストレートインハイで振り遅れろ、はい、見逃し、バッチシ、相手の心理読めてきたな。さあその先行こう、さよなら行こう、内野安打でもいいよ、前回同様。もう何でも振るな、もう何でも振っちゃう、タイミングが合わしきれず、まっすぐ反応してる、当たれ、デッドボール、いいね。今度は縦すらきっちり務めたよ、ノーアウトランナー出たよ。さあ第一行こうよ、さよならに。今度は AA やから走られへんな、うわあ、スライダー合わせられず、まあ、ダブルプレーよりマシか。さあギアいけ、2試合連続いいとこ見せろ、ゲッツ、延長、残念。さあ千賀踏ん張っていこう、ここはダブルプレー取りたいな、まあいいよ、フォークとストレートのコンビネーションだ、よし。なんかまたスタートグッドになったよ。スタートグッドってなんなんやろな、あれダブルプレー取られへんやん。ツーシームで詰まらせろ、ここは失点できんぞ、ああ振らへん、よっしゃいいよ、詰まらした、セカンドフライ、オッケー。さあ、2アウト、ツーシームで詰まらしていこう、オッケー、抑えた。さあ最終回1点取った、さよならよ。さあバンドしちゃう、おかわり君バンド下手くそやな、なんかあのスクイズされたトラウマがあるけどできるんちゃうかと思って、もう打っていこう、ヒット打とう、全然違うとこ打ってる、怒ってんじゃん、バンドさせたから振り遅れて見逃したんし、これもやる気ないパターンのやつや、俺のせいや。さあ小林誠二行こう、さよなら行こう、さよならに向けて、ほっ、走れ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 、さよならヒーッ、小林さすが、やっぱ新しく取ってきただけある2000連続さよならす、勝負強いでしょ、上手くなったでしょ。でもあのなんか走塁グーってやつ何なんですかね、あれだから盗塁してるんですか、ね、あれそれかなんか皆さんあれ走塁のグーっていうのがよく分かんないんで、ちょっとコメント欄で教えてもらっていいですか。成長日記なんで、あの皆さんに教えを請いながら、あの上手くなっていきたいっていうのがあるんですよ。リードどうですか、上手くなってないですか、いい感じで。じゃあ今日最後にガチャ引きましょうか。 S ランク限界突破コーチ付きっていう、いろんなところで調べるとなんか限界突破コーチがついてるからやった方がいいっていう、無課金の人も。だからなんか A ランク以上の自チーム選手1人確定らしいんですよね。 S が出なくても限界突破コーチが出たらまあまあ上等数だから、引きましょうかこれ。でももし仮に S が出たとするならば、今の戦力で足りひんのはやっぱセンターなんですよね。やっぱ秋山の B はやっぱ打ったっすけど、さよならね、いい感じで。でもやっぱり欲しいっすよね、柳田とか丸とかセンターのいいところが欲しいですよね。 B きついですよね。もしくは、まあ、前回同様抑えですね。だからまあ大型 DH とキャッチャー手に入れなんで、今欲しいのは僕抑えがいないんで、抑えかセンターですね。まあでも限界突破コーチ付きだけが当てりゃいいですね、最悪。じゃあちょっとやってみましょう。おっ、お月さん出てんね、これいい傾向なんかな。
まだいまいちどれがヒットなのかよく分かんないよ。いいのか悪いのか、なんかすっごいピカピカになったら良さそうだけど。さあ、ここから飛んでにっこり出たいみたいな。平井ロペス B 源田、おお山崎アタキだ。守護神来た。もう一人とかあったっすか。あ、最後は A の千賀か。山崎アタキっす、抑えっす。ガチャすごくないっすか。だってね、22連で1位当てるし、ホームランバッター欲しいって言っておかわり取るし、キャッチャーいねえなって言ったら小林来るし、聞こえてんのかな。で今もセンターと守護神欲しいって言ったら守護神来た。しかも山崎康明、なんか良さそうじゃん。こうまた修行っすね。しかも限界突破コーチもついて、今日もついてたっす。あざっす。